柴犬コインファンの皆様、そして仮想通貨ファンの皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。今回はね、ある方のツイートをちょっと取り上げて、柴犬コインにかける思いっていうのは、まあ第一にこの程度のもんなんだよってことをね、お話してみようかと思います。まずはね、ここに、ツイートがありますので読んでみようかと思いますね。皆さん、良いお年をって書いてますけども、これは2023年の大晦日のツイートです。で、願掛けで仮想通貨をちょっと買ってみたと。本当に軽い気持ちで買ったらしいですね。世間では宝くじを買うように柴犬コインを320万枚。5000円ほどですよ。この方の計算だと5000円で柴犬コインが320万枚買えるってことなんですね。で、これを5000円ほど購入したよと。宝くじを買うよりもだいぶ安くつくんじゃないかなっていうふうには思いますけどもね。きっとイーロン・マスクが何か一言でもこのコインについて話題にしたら金額上がっていくと思って、宝くじよりか可能性高くないってことですけども、まあ根本にはこのぐらいの気持ちなんですよ、柴犬コインを買ったっていうのは。その上でね、柴犬コインの可能性についていろいろと取り上げていくと、期待を持った人が後追いで買うでしょ。で、そういった全体の開発力をやっぱね、煽っていくっていう、まあ投機なんですよ、本当に。柴犬コインが世界を幸せにするとは、なんとかかんとかっていうのはね、まあないでもないですけども、ただそこまでね、真剣に動いてるプロジェクトではないと私は今のところ思ってるんですよ。で、もともとがね、ジョークで始まったものですから。でも、ジョークで始まった柴犬コインが、50万倍をね、実現したっていうのは確かなんですよ。だから、注目を浴びていて、第2弾、第3弾が控えている可能性は非常に高いというふうに思ってるんですよね。それが柴犬コインに目をつけた第一の理由です。その他、これからね、様々な柴犬コインが、そういった冗談で始まったんだけども、市場はそう見てないってことがあれば、そっちが、この開発力の真実になってきますからね。要するに中身が空っぽなコインでも、期待をかける人がいれば、それは開発力になるってことなんですよ。で、柴犬コインに、ありもしないようなプロジェクトを風潮すればね、まあ、風説のルフっていうのは暗号通貨には当てはまらないかもしれませんけども、良心の呵責がありますんで、そこまで私はしようと思いませんけども、柴犬コイン、宝くじみたいに買っといていいかもね、みたいな話はこれからもどんどんしようかと思います。その上で、柴犬コインが有名になったから、いろんなプロジェクトをつけていこうかなっていう人が出てくるのは、それはいいことだと思うんですよ。で、そういった意味でもね、柴犬コインをもっともっと有名にして、じゃあ乗っかっておこうかなっていうふうなエンジニアさんが、本当に社会に必要な柴犬コインに育ててくれれば、言うことないよねっていうふうに思いますね。皆さんどのように思いますか？私はこのような形で今年柴犬コインをスタートしてみました。実際にもっともっとね、柴犬コインのプロジェクトっていうのが広がっていけば、本当に値段がありますからね。単なるイーロン・マスクがたまたまつぶやいただけではなくて、でもイーロン・マスクが柴犬コインのことをね、たまに思い出してつぶやくかもしれませんよ。でもその他のコインのことってつぶやく可能性低いでしょ。で、私が推している XDC ね、ゼンフィンネットワークなんて、これイーロン・マスクがつぶやくと思いませんからね。はい。ということで、柴犬コイン、これからも期待して見ていこうかなと思います。はい。では、ありがとうございました。